どうも、谷プラさんです。マジでいいものレビューのお時間です。というか、今回問題が起きましてね、こちらの iPhone ね、 iPhone のね、このね、強化ガラスですよ。これがですね、ちょっと割れてしまったんですね。これがね、ちょっと見ていただけるとね、わかるかな。こちらの右端の方と、あのこちら上ね、こことこっちがですね、ここがですね、ひび入ってしまいました。なので、交換したいと思います。はい、そして今日はですね、こちらで買ってまいりました。見てください。はい、ロフトに行って、買ってまいりましたね。まあいろいろね、もう今昔結構ね、強化ガラスでどこがいいとかね、いろいろあったんですけど、もう今ほぼ変わらないラインになってきました。なのでロフトでですね、良さげなやつを買ってまいりましたね。さあ開けていきましょう。そうなんです、いろいろあるんですけどね、今ね結構いろいろ以前はねちょっと厳選して見つけなきゃいけないなと思ってたんですけど、今最近もどれも一緒な感じになってきたんで、僕は今回はねこちらにしました。はい、じゃん。これはですね、液晶保護バリアパネル G というとこなんですけどね、これねメーカーさんどこなんだろう、テレホンリースが販売元、製造元ラスタバナナというところなんですけどね。これあとちょっとね、まあいいのがですね、これ販売数3年連続日本一ということなんで、ちょっとね、まあちょっと実績があるなということで、僕はちょっとこちらの方をね購入しましたね。しかもこれなんか表面強度 QH というのは、まあ結構いい感じの、強度数らしいですよ。はい、美しい表面を保ちながら大切な端末を傷から守るということですね。いやこれいいじゃないですか。汚れにくい、ちょっとね今使ってるのがね、意外とね指紋つきやすいというのがね難点なんで、じゃあ早速これを開けて、取り付けていきたいと思いますね。やってみましょう。さあ、意外とこれ強化ガラスって俺剥がしたことないんですよね。だから意外とどうなのかな、わかんないけど、ちょっとね、まあこれ保護フィルムね、あとは、こちら、お見取りシート、クリーニングナイフです。さあ、ちょっとね、ちょっとカメラ近づけましょうか。ね、せっかくですから。よいしょ。はい、ということで、早速ですね、こちらの液晶を剥がしていきたいと思うんですけど、これ、僕正直ね、強化ガラスの、強化ガラスこれを剥がしたことはないんで、どんなになってしまうのかちょっと心配なんですけども、やっていってみましょう。でとりあえずやってみましょう。でちょっとアップしまーす。よいしょ。さあこんな感じですよ。じゃあねちょっと剥がしますね。パキパキってなりそうな気がしてちょっと怖いんだよな。切っていった。ああ割れましたよ。ああひどい、ちょっとこれひどいぞ。皆さん見てください、結構割れましたよ。ほらやっぱりね、斜めからの負荷がかかると結構割れちゃいますね。あぶ、割れました。うわー、これちょっとね、見えますか、結構割れましたよ。ほら、うわー危険。さあこちらね、綺麗になりました。はい、元の感じですけど、あちょっと今のうちに
ちょっと今のうちゴミついてないんでね、ちょっと行っちゃいましょうかね。今のうちに行きましょう、せっかくですからね。今のうちに行ってしまいましょう。あ、ゴミがついた。もう大変だよ、ここシール貼るだけでも。これ来ましたよ、これでね。はい、これが新しいやつですね。さあ、じゃあちょっと剥がしていきましょうか。いやー、もうこれ一回剥がしちゃったらこれダメだよ。もうこれ一回剥がしちゃうから、いっぺんにバッと剥がしちゃう、さあこれで乗っけていきたいと思います。さあ来い。はい、来ました。ジン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 。はい、皆さん、皆さん、こうやってながら声ちっちゃくなっちゃうんですけどね、ゴミが入らずにちょっといい感じできましたよ。嬉しい。ちょっとやっぱね、薄かっ、まあこれも同じぐらいの薄さだと思うんですけど、強度がね、向こうはなんか悪かったのか割れちゃったんですよね。メーカー忘れちゃったんですけどね、なんだっけな。はい、こちらうまく、ちょっとここ空気が入ってるっていうか、なんかあれな、ちょっと粘着が悪いのか。いや、もういい感じに平らに置けましたからね。こう皆さん、あのぜひ、あの僕フィルム貼りだって結構自信ありますんでね、ちょっと空気が入ってるというか、なんでしょう、よいしょ、まあ僕もちょっと数々のね、あの先輩方の液晶とか貼ったりとかしてるんでね、これだけなんか、あ、大丈夫ですね。あ、若干、まあここだけゴミが入ったぐらいかな。よいしょ。はい。見てください。はい。これでバッチリ。はい。こちら、これでバッチリございますね。ちょっともう。最初貼ってあったのかっていうぐらいですけど、ちゃんとこちら割れているこの液晶じゃないや、強化ガラス交換しましたね。綺麗に貼れました、やった。はい、ということで、はい、通常モードに戻しましたよね、画面を、こちらうまく貼ることができました。いや、いいですね。でね、ちょっと嬉しいのが、このこっちの方ですとなんかね、触るとすごい指紋がついてたんですよ。ですけど、これはね、つかない。ね、こうやっても油がつきにくい。あ、いいですね。やっぱり、新しい、強化ガラスだけあって、指紋もつきづらく、しかも、まあ、強度性はね、これで増してくれると思うんですけど。まあ僕もちょっとね、以前からちょっと携帯のケースを外し始めてから、ちょっと角にやっぱね、当たった時にやっぱ強化ガラスでも強度性が弱いのが割れちゃうみたいなんですよ。このエッジの部分は丸くなってるんですけど、まあ、当たった時に割れてしまったのかは知らないですけどね、まあ、角から割れてきましたんで、まあそういう意味ではね、ちょっと新しく、変えてちょうど良かったなと思いますね。なので皆さんぜひこの強化ガラスね、まあ、今僕がね、いろいろこう試した中ね、あんまり今ちょっと、僕は今回このバリアパネル G というのを使いましたけど、まあ今あんま変わらないですね。結構もう本当に、フラットなレベルで全部一緒になってきたんで、まあ、 あの強化ガラスで、QH っていうね、あの強度表面とか、まあその硬さ
を、基準として考えて、あともう一個、もうちょっと薄いやつあるんですね、ちょっと曲がるタイプ。まあそういうのつけたい方はそちらにしていただいてもいいですし、僕はちょっと 0.33 ミリのやつにしました、ね。あとは 0.21 ミリぐらいもあったのかな、ね、それぐらいもあったんですけど、まあもう僕はこちらの方がちょっといいかなっていうことで、ちょっとちょびっと厚みはありますけどね、まあでも全然薄い方ですね。まあ皆さんもぜひこちらの、透過ガラス、液晶フィルム貼ってみてくださいね。皆さんにプラスアンの情報ができたと思います。以上、谷プラスアンでした。バイバイ。